はい、皆さんこんにちは。今日はテトロに少しだけ出てくるディスコビートについてちょっとお話しします。はい、これですね。楽譜が2分の2で書いてあるので、もうちょっとイメージしやすく四分の四で書いてみるとこんな風になります。はい、これがディスコビートですね。まあ本来、ディスコビートっていうとバスドラを4拍踏み続けることが多いですけれども、今回のもそれのバリエーションだと思っていいと思います。特徴的なビートなので、まあディスコミュージックで使われているビート、ディスコビートっていうふうに呼ばれていますが、じゃあ70年代80年代のディスコミュージックの中で全てこのビートを使っているかというと、そんなことはなくて、むしろほんの一部、1970年代の後半が中心だったんじゃないかと思います。1970年代後半のディスコミュージックの中でこのビートを使っている音楽、代表的なものを紹介すると、ビレッジピープルというグループが1978年に発表した YMCA、 それから1979年インザネイビー、このインザネイビーは日本ではピンクレディのお二人がピンクタイフーンというタイトルで、それから先ほどの YMCA は日本では西城秀樹さんがヤングマンというタイトルで歌っていました。はい、今までディスコビートはこんなビートですっていう話をしてきましたが、当然いろんなバリエーションがあるわけで、例えばハイハットを16部で刻む、こんなバリエーションもあります。はい、実はこのバリエーションを使った吹奏楽のオリジナル曲があります。時代的にも同じ頃ですね、70年代後半の1977年、しかも吹奏楽コンクールの課題曲でした。それがこの曲です。はい、今日の動画はここまでです。よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。